岡山町の時で焼き鳥丼を食べました斎藤文造です。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録者数が700人を超えました。これからも1000人を目指して頑張っていきたいと思いますので、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。 海馬町の周りの唐揚げ店をちょっといろいろ調査してたんですよ。これは八丁堀のクニシャンズキッチンですね。ここなかなか美味しいんです。で、番町っていうジェムズっていうビルの中にある唐揚げ、あの、焼き鳥屋もね、美味しい。で、意外なことにこの花丸うどんの唐揚げが結構美味しい。 で、これね、八丁堀にある八丁堀食堂っていうところなんで、まあ、デカ盛り唐揚げ定食ですけど、これもなかなかボリュームがすごい。で、ある日、トキワっていうお店で、まあ、人気店ですね。焼き鳥のね、唐揚げ定食ったら、これ、唐揚げ定食はまあまあ普通かなと思ったんですけど、あの、焼き鳥丼っていうのにすごい興味を持ちました。前で食ってたのがすごいうまそうだったんですよね。で、ちょっとやってきました。トキワに。ねランチメニュー1000円、焼き鳥丼。これが目当てです。 でお店に入っていきますでなかなかコーナーの撮影しやすいところをゲットして焼き鳥を待ちますパカなかなかうまそうですよね、まあ、こんな感じ焼き鳥3本につくね1本にししとうが2本乗ってて、まあ、こんな感じで美味しそうですよねで早速つくねを抜いていきますで、まあ 串から抜くといえばですね、あの、昔ね、同じ会社の人と焼き鳥屋行ったんですよ、夜。で、二人でこう、まあ、本とか頼んでたんで、食べやすいように全部ね、串から抜いていってバラバラにしてたんですね。食べやすいでしょ、その方が。で、やったら、その人が、さゆさん、僕はね、串から抜くの嫌いなんですよ。串から直接食いたいんですよ。とか言って、ちょっと怒られたんですけど、あ、そうか、そういう人もおるんやなと思ってね、 で別の日に「マツコ有吉の怒り浸透」っていう番組見てたらあハガキが読み上げられて「あの私は串から焼き鳥を抜いてまう人が嫌いです」っていうね怒りの声が上げられてたんですよ。やっぱ結構そういう人って多いんやな思ってね、まあ、反省して、まあ、それから、ね、抜かないようにしてるんですけど、まあ、抜いた方がね便利やと思うんですけどね。でまああのなそんな話はさておきですね。あの 焼き鳥丼これね美味しいんですよこのたれがねまあ美味しいですねでこの鶏もねよく焼けててでちょっとかじってみますけどでこれなんかちょっと生じゃないですよこれちゃんときっちり火通ってて熱々なんですけどこの火通りもすごくいいですねでたれの具合がねすごくよく絡まっててねで濃すぎずこうとても美味しいです、まあ、ネギもねよく焼けててこの焦げ目がついてるのがまたいいですよね でまあ、どんどん食べていきますこれはね本当にあのー、美味しいですよねあこれししとうねこのししとうはあたり大当たりでしたもうめっちゃ辛かったですねビーってきましたけどでここで七味をちょっとかけますやっぱりね七味焼き鳥言と七味ですよねやっぱりねこれピリッとしてね美味しいんですよねでご飯も進みます で次に、七味じゃなくて、あの、山椒。山椒もね、お鶏肉にすごい合いますよね。ネギにも合うしい、すごいね、美味しいですよね。はい、いい味です。これね、ここの焼き鳥丼ね、ほんまうまかったですね。あの、最近食った定食物の中ではもうかなりうまい部類っていうか、一番うまかったかなと思いますね。どんどん食べていきます。 最後までねこれきれいにたれ絡まってるでしょこれもなんかうまいことしてるなと思ってねうまかったですねでお店情報時は茅場町ですね燃える駅は茅場町営業時間は平日11時から14時と17時から23時の2部制で土日祝休みですでちょっと通りがか,かったのね食後にあのトランペットの音がしたんでちょっと立ち止まって聞いてみることにしました の仕です。ごちそうさました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。ジャズっぽくていいですよね？